リベンジは、マデリンストーとエミリー・バン・キャンプの主演で、アメリカ合衆国 ABC で放送された、テレビドラマシリーズ。アメリカでは2011年9月21日に、本放送を開始し、シーズン1は、闘病時間午後10時、中西部時間午後9時の水曜日の夜に、シーズン2は、闘病時間午後9時、中西部時間午後8時の日曜日夜に、放送されていた。 2012年5月10日、ABC は2012年9月30日よりこのドラマシリーズのシーズン2の放送時間を、それまでデスパレートな妻たちが放映されていた日曜夜の東部時間午後9時、中西部時間午後8時の時間帯に移動させることを発表した。2014年5月、ABC は2014年から2015年にかけて更新するドラマを発表し、 リベンジについても新シーズンを制作することを明らかにしたが、2015年4月、放映中のシーズン4をもって番組を終了することが明らかになり、最終回が5月10日に放送された。エミリー・ソーンは明るい夏を楽しむため、ハンプトンズに来て、グレーソン家の隣の家を借りた。その後、エミリーは少女時代にハンプトンズにいたことが明らかになる。実は、 エミリーの本名はアマンダ・クラークであり、彼女の父は無実の罪を着せられて終身刑になったのである。エミリーは父と別離し、二度と会うことはなかった。今、彼女はハンプトンズに戻り、彼女と父親に罪を被せた人々への復讐を始める。エミリーが計画を実行に移し、父を裏切った人々を破滅させるため、上流階級でうまく立ち回ろうとする。 しかし、計画が進むにつれ、彼女自身に複雑な感情が芽生え、動機と行動に疑問を持つのであった。パイロット版は、Amazon.com のタブレット端末である Kindle とのタイアップで、ABC のサイトで配信され、すべての重要な年代の広告デモグラフィックにおける3.3ニールセンレーティングを集めた後、ABC によりフルシーズン制作が決定された。また、 他のネットワークの18から34歳のデモグラフィックにおいても常にその時間帯で勝利している。ロストの2006から2007シーズン以来、水曜日午後10時の時間帯における ABC の最高視聴率を得ており、ロストがその時間帯から去って以来4年ぶりに18から49歳、デモグラフィックで同等の高視聴率を達成したシリーズである。 マデリーンストーは2012年ゴールデングローブ賞で最優秀主演女優にノミネートされ、また本シリーズは2012年ピープルズチョイスアワードでお気に入りの新ドラマにノミネートされた。D-Life Special All About Revenge Night とは2012年6月23日17時22時にかけて D-Life で放送された特別編成である。 6月23日は復習の原点へ、と題し、物語の起点となる、第1話から第4話までの再放送、第14話までを、トーク形式で振り返る、特別番組、第15話の本放送で構成されている。この編成に合わせて、エミリー・バン・キャンプが出演した、エレンの部屋が特別編成の前座として、放送されている。この編成で放送された番組は、以下の表の通りである。 リベンジサタデーとは2013年2月2日から3月9日まで D-Life で放送された特別編成である。2013年3月23日から放送開始のリベンジシーズン2の放送を目前にシーズン1本編を再放送した編成で日本放送とのタイアップ企画の一環でもある。また、ミッツマングローブが出演して 毎週2万5千円分の商品券が8名に当たる検証の告知も行われた。特別編成、リベンジウィーク沈没への序章とは、2013年6月10日から6月15日にかけて D-Life で放送された特別編成である。6月15日、アマンダ号は沈没すると題し、リベンジシーズンに前半のクライマックスを迎え、後半の展望を伺うストーリーとなる。 第13話と第14話の放送にあたり、まだ本作を見てなくても楽しめる、よう、第1話から第12話までの再放送と、第13話と第14話の放送を迎える構成になっている。リベンジいよいよ今夜なぞが、おさらい SP とは、2012年6月23日20時20分21時に、D-Life で放送された特別番組である。小島夏子と、 前田のりが出演し、リベンジシーズン1第14話までをトーク形式で振り返りながら、その魅力を伝えていた。また、リベンジに出演している、エミリー・バン・キャンプと、サナダ・ヒロユキのインタビューも紹介していた。BS チャンネル D ・ライフ・プレゼンツ、ミッツ・マングローブの午後版トーク私のリベンジからとは、2013年1月28日から3月8日までの月曜日から、 金曜日の13時45分頃から5分間放送された日本放送のトーク番組である。ナビゲーターはミッツマングローブで毎回出演するゲストと共にゲスト自身の再起をかけた体験を紹介する番組である。その再起をかけた体験をドラマのタイトルリベンジとかけており D ライフとのタイアップ企画の一環である。また2013年1月30日には 日本放送内にあるイマジンスタジオで西条秀樹をゲストにした公開録音が行われた。ゲスト3つマングローブのオールナイト日本ゴールドリベンジスペシャルとは2013年3月15日金曜日の22時から23時50分まで放送された日本放送のバラエティ番組。この番組は オールナイト日本ゴールドオールナイト日本45周年特別企画の一環でかつ2013年3月23日に d ライフでの初放送を迎えるリベンジシーズン2を記念した特別番組として放送されたパーソナリティはミッツマングローブが担当しゲストのキシタニによるリベンジを果たした時の 体験や同じくゲストの足なせいによる吹き替えの収録秘話などのドラマのタイトルリベンジにまつわるテーマでトークが展開された。日本放送はリベンジシーズンににおける D-Life とのタイアップ企画の一環でミッツマングローブの午後番トークとは別に2013年1月29日から2月2日までリベンジの魅力を伝えるラジオ CM が放送された。 該当の時間と担当は以下の通り、ありがとうございます。